グレンビル・アダム・ジェームズ・ルフォンドルは、イングランド・ストックポート出身のプロサッカー選手。シドニー FC 所属。ポジションはフォワード。地元クラブのストックポート・カウンティ FC で、プロキャリアをスタート。デビューから数年は、カイリーグのクラブを転々とした。2009から10シーズンから加入した、リーグ2のロザラム・ユナイテッド FC では初年度から、主力に定着し、ゴールを量産。 得点ランク2位の27ゴールを挙げ年間、ベスト11に選ばれた。2011年8月、チャンピオンシップのレディング FC に移籍。移籍金は35万ポンド。レディングでもすぐにレギュラーを獲得し、リーグ優勝とプレミアリーグ昇格に貢献した。自身初のトップリーグ挑戦となった翌シーズンも、引き続き主力を担い、2013年1月には5ゴールを、 アギア月間 MVP に選ばれた。しかしチームは19位でシーズンを終え1年でチャンピオンシップに戻った。父方の祖父はフランス人。マンチェスターユナイテッド FC のファンであることを公言しており、エリック・カントナとオレグ・ナース・ルシャールが憧れの存在だと語っている。ありがとうございます。